あいにくの雨ですね。今日は予定変更ですね。午前中12番練習8時からだったんですけど、雨止まないんで中止、U8 もトレーニングマッチが中止になっちゃいました。残念ですね。今週オフが多かったので。でも明日大事な FA があるんで今から練習行くんですけど、午後の2年生のカプセルはできるかな。はい、週末に雨降られちゃうとね、ちょっとテンション下がりますよね。合宿、エラの強化合宿の告知になるんですけど、ちょっと早いんですけど、8月6日の日曜日、それから7日の月曜日で、千葉県の方に行きます。今回ね、ジェイズさんと合同合宿、試合をたくさんやりましょうという、そんな企画の合宿になっております。天然芝ね、綺麗なグラウンドが3面ほどありますんで、お腹いっぱいゲームできるかなと、思います。一応定員があるので、会員さんも会員さんじゃない方も参加できますから、早もがちになりますので、なるべく早めに、ご連絡の方よろしくお願いいたします。明日はね、ほんと12のうちのアンダー12の FA の、大一番になります。まあやってきたことをしっかり、ピッチの中で表現してくれば、まあ勝っても負けても僕は満足なんですけど、まあ、あとは選手たちの気持ちがね、ゲームに乗ってくればいいゲームしてくれるかなと思っております。そして今日はなんと私の、誕生日になっております。雨男、いつも雨降りですよ。誕生日の日は気持ちを切り替えて、午後のサッカーの方行きたいと思っております。低学年の方もね、なんと嬉しい情報、3年生ももしかしたら、入ってくれる選手がいるかもしれないということで、いい報告ばかりを受けて、本当こんないいことばかりでいいのかなと思っているぐらいです。でまた3、4年生あとちょっと人数集まれば、ね、1チームできるんで、ぜひ出場機会がない方はお申し込みの方よろしくお願いします。それでは行ってきます。